第うちじゅうのもんにひとりあってみるがいいおらこっからすぐ帰るからそんなこと言わずに親分八五郎は少し心細くなった様子ですが平次は何か口実をもうけてこの日当たりのよくない子分に一角の手柄を立てさせたかったのです千両の褒美がこえわけじゃあるね。 岡倉の兄が見てて笑ってるぞ。そう言われると強いて平次を引き止めることもできなくなりましたおや八八兄銭形の綾部も一緒じゃなかったのかぬっと店に顔を出したのは岡倉の正吉でしたいや今日は俺一人だところでどうだい下死人のあたりやまあ行ってみるがいい。 俺はそれよよ。り先に一万両の方を探せよ材木置き場を一通り見るだけでも三日や四日はかかるだろうから正吉はそう言って草履を突っかけるのももどかしそうに掘り割りを隔てた材木置き場の方へ行きましたそこへガラッパチに千弁をつけられるのを恐れる様子です親分さんご苦労様でございます。 で八五郎を迎えてくれたのは老番頭の登録という六十男でした干し固めたようにしわが寄って一握りほどの小さい牢屋ですがなんとなく旗艦期らしく昔は随分荒っぽい人足を叱り飛ばして江戸で南蛮と言われた材木屋の店を預かった人間でしょうあっしは神田の八五郎だが こんなことだったね。ところで支配人の千三郎が死ねばこの新書は誰が継ぐことになるんださようでございます。いずれ御親類方のご相談の上ということになりましょうか。後見人の小豆沢様は元が元ですから町人の家を継ぐのは嫌だとおっしゃいますしたぶん仙三郎様のせがれの千之助様かそれともそれとも 彦太郎様の娘のお筆さんということになりましょう島流しになって死んだ彦太郎の娘のお秀が沢原屋の跡取りになるということは八五郎には想像もできないことですが老厚な番頭の登録がこう言い切るのは死災のあることでしょう千三郎の殺された部屋というのを見せてもらおうか こうおいいでくださいまし店を通ってお勝手や何度や女中部屋を左右に見ていくと廊下続きながら別棟に一つの建物がありそこに御家のおよし老いの千三郎夫婦そのせがれの千之助死んだ彦太郎の娘のお筆などが住んでいるのでした。さすがにに商売の材をふんだんだ使って 少し手が込みすぎて下品ではあるが一往も二往も凝ったうちで庭の掃除もよく行き届き向こうの方には名木を蓄えておく物置やら土蔵やらめったに開けたことのない門などが見えております。座三郎夫婦の部屋というのは裏の中二階になっていて五六段の広いはしご段を踏まなければ入れず。 そのはしご段の下にはせがれの千之助の部屋や御家のおよしの部屋があり母屋から廊下伝いに来たにしても誰にも気がつかれずにそっと忍び込むことは容易ではありません戸締まりはこの離れは先代の主人が念入りに絵図を引いた建物で戸締まりは恐ろしく厳重でございます。昨日の朝も 牢まりには何の変わりもなくうちからよく閉めてあったそうでございます。死骸を見つけたのは下に寝ていた息子の千之助さんで父親がいつになく遅いので十二階を覗いてみるとあの騒ぎでございます。老番頭の説明を聞きながら十二階に上がるとこれはこれは。一番先に顔を出したのは浪人者の あずき座はコロクローでした。そのために武士を捨てたというひどいチンバで、体も至って華奢、町人のように腰の低い島物などを着た、至って砕けた人柄です。最も,も髪はさすがに武家風で、一頭を下げているのは、たしなみを忘れないためでしょうか。おや、あずき座様、とんだところでお目にかかりやす。 竿崎三尺のつきあいらしく八五郎は愛想よく言いました「まったく災難だよだから私は前から一万両の金を探してくれるように頼んでおいたはずだが今となってはしようがないところで銭形の親分は「まいりません風邪をひきましてね」八五郎はさみしい柵を入れました いや、八五郎殿で不足を言うわけじゃないが銭形の親分が一肌脱いでくれさえすれば五年越し探し抜いた一万両の金もすぐ見つかるだろうと思うがそんなことを言いながら八五郎を案内してくれました千三郎の殺された部屋というのは十二階の六畳でその前は 危うい手すりを取り付けた縁側になり後ろの方はからかみを開けると孔子ぼぶった腰高窓の廊下になって便所に通ずる狭いはしご段に尽きているのでしたおかみさんはその晩どこにました千三郎の女房か日本橋の親類へ泊まりに行ったよ。もっともよく千三郎と喧嘩はするが亭主を殺すほどの 大それた女ではない。あずきざばコロクロウは場所柄もわきまえず笑い出すのです。本物はデバ包丁さ、殺風景な代物だよ。日本雑誌の小豆沢コロクロウから見ればデバ包丁はいかにも愚劣です。おもやの怒ってから持ち出したんですね。その通りだ。だ こっらは忍び込めませんか。八五郎は縁側から危ない手すりに持たれて下を覗きました。雨戸は名ばかりで六くにしまりもなく、地上からの高さはほんの五六尺。踏み台があれば身軽なものならずいぶん忍び込めないこともありません。私もそう言っているよ。正吉とかいう男は手すりが腐っているから、 危なくて飛び込めまいというがあの通り下の土には箱か何かを置いた跡があるだろう出刃包丁を買ってから持ち出して庭伝いに別棟になっているここへ来たとしたらここから忍び込むほかはあるまい物置を探したら踏み台にした箱ぐらいは見つかるだろう箱の上に乗って手すりに手がかかりさえすればここへ這い上がるのは なななものなら何でものらでいことだろうこれほど念切りに立てたうちだが仙三郎はのんきでここだけは時々戸締まりを忘れて寝る癖があったらしいよ。小豆沢五郎の説明はいかにも容量のよいものでしたがらっぱちの八五郎は妙に職業的な誇りを傷つけられたような気がして黙りこくってしまったのも無理のないことです。 おや、またあの「こじき」が来ているおい誰かいないかおいあずき座はコロクロウが呼ぶと二三人の男たちが駆けてきましたコロクロウが指さした木戸の外この中二階から五軒とも離れていない路地をお勝手の方へ虫のように張っているのは見る影もないいざりの親父で「こじき」おやじで 罵りわめく男たちの顔を恨めしそうに見上げながら「残り物をやるから時々昼過ぎに来いとご一挙様がご親切におっしゃってくださいましたよ。はい帰ります豚なくったって帰りますよ。な何やら独り言を言いながらいざりは裏の方へ逃げてゆくのでした。 片瓶やけどかなんかで大ハゲになった上悪い病で鼻も頬も潰れたらしく見る目も気の毒なほど痛々しい姿ですがそれでも生活力は旺盛らしく馬のわらじを履いた足と手で思いのほかに早く行きます俺をガラッパチはさすがに見逃しませんでした八幡様の境内に 10年も前からいる古事記だよ10年も前からそれでは何の意味もありません第4章裏の梯子段を降りると便所でその先に何やら人影あれが座三郎のせがれの千之助小豆沢五六郎は苦笑いをしております八五郎には その苦笑いの意味がわかりかねましたが、やがて目が廊下の暗さに慣れると、その後ろに寄り添うように立っている若い娘の姿を見つけました。コロクロの苦笑いの種はそれだったのです。俺はおでというのだが、彦太郎の娘の八五郎は何もかもいっぺんに分かったような気がしました。 この仇同士のような若い男女、いとこ同士のせがれと娘が、親が非業に死んだ三日目だというのに、もう薄暗い廊下の隅に額を寄せて、何やらひそひそと話しをしている中だったのです。おめえは千之助というんだな。ええ。若い男は間の悪そうな顔をあげました。 少し青びよたんですが、お大人物風の良い男で、せいせい二十歳前後でしょう。親が殺された晩はどこにいた自分の部屋におりました。ご隠居様の隣の部屋でございます。近頃、父親のそぶりに変わったことはなかったのかええ。おめえの父親を恨んでいるものはねえか一向気がつきません。 あの晩、なかかかか物音でも聞かなかったかええ私の部屋の前を通れば気が付くはずですが私は寝つきの悪い方ですからこれだけ言うのが精一杯。あとは何を聞いても一向頼りがありませんおめえはお筆と言うんだねええ、八五郎の問いが娘の方に転ずると これは小気味の良いほどあきあきしておりました。丸ポチャの色白で大きい眼子、ほのかなえくぼ、愛くるしさが一切のものをすくって、なんとなくあたりを明るく幸福にせずにはおきません。千之助と何を話している？八五郎はついこんなことを聞いてみたくなりました。この大八め郎。 自分でそんなことを自分に言い聞かせながら、何にも話しはしません。その手に持っているのはなんだ？私の部屋にあったんです。千之助さんが捨てた方がいいっておっしゃるけれど、ちょっと見せろ。八五郎は精一杯の勇気を作って娘の手から紙包みを取り上げました。無造作に畳んだのをほぐしていくと。 中から現れたのは八五郎の慣れた目には紛れもない石見銀山のネズミ捕りとわかるではありませんかこれをどっから出した八五郎は急に厳しくなりました殺される三日前仙三郎が危ぶく石見銀山のネズミ捕りを飲まされるところであったといううわさを思い出したのです私の部屋にありましたいつからあったんだ 今朝ではなかったんです誰が持ってきたわかりやしませんこれがなんだか知っているだろうおめえはいいえお筆は大きく目を見張ったまま頭を振るのですおめえの部屋を見せてもらえていいだろう<っ>不省不省のお筆に案内させて八五郎は薄暗い六畳に入って行きました 娘らしく、何となく生めかしい色彩とほのかな匂いは漂いますがちょうどは至って粗末で押し入れから引き出した荷物の中にもろくな着物がありません世間の手前ここに置いたにしても島流しの娘はやはり島流しの娘らしくあまり勇退されてはいなかったのでしょう一通りつづらも氷も 手箱もいましたが何の変わったこともなく痛々しくも貧しげなうにも何となく可愛らしさのあふれる品々はこんな摂生なことをしなければならぬ八五郎をすっかり憂鬱にします一応押し入れの中を調べて八五郎はそのまま空かかみを締めようとしてふと気がつきました。押入れのの、天井の 隅の板が一枚ずれてその間に何やら挟まっているものが見えるのです蝶賃を取り寄せてなおも念入りに調べるとそれは女物の合わせらしく裾がほんの二寸ばかり天井板に噛まれて三角に現れているではありませんか裏板を跳ね上げてそれを引き下ろすと手に従って猛烈な埃と一緒に ずるずると落ちてきたのはまさに紫矢がすりの合わせが一枚見ると胸から袖へ注えかけて半々と黒ずんだ血潮がついているのです、はあっこんなところに一番先に口をきいたのはお筆でしたこの合わせはおめえのものか八五郎はきっとなりましたどうしてこんなところにあったんでしょう まあ、気味が悪い。血の色を見るとお筆の顔色はさっと変わります「こいお前にはいろいろ聞きていことがある八五郎の手はお筆の肩にぴたりとかかっておりました温かいふくやかな肉が波打つように震えております八五郎殿それは少し殺生だお筆はそのとおり。 るえていいではないかとりなしたのはあずきざわコロクロウですいやこれだけしょうこがそろっちゃなわをうたないのがまだしもこの八五郎のなさけだったのですだがくせ者はそとから手すりをこして中二階へ入っているのではないかなあずきざわコロクロウは手すりばかりきにしておりますが八五郎は もうあの腐った手すりなどを問題にしてはいませんその時駆けつけてきた下っぴきの一助という男にお筆の見張りを頼んで八五郎はなおもこの調べを続けました千三郎の女房千之助の母親の奥蔵というのは三十七八の身分柄としては少し取りすました口やかましそうな女で あの子は父親の彦太郎を島流しにしたのは私の連れ合いの座三郎の告白のせいだと思い込んでいる様子ですよ。同じ屋根の下に住んでいても私なんかにはめったに口も利きはしません。せがれの千之助なら年頃にしているじゃないかってとんでもないそんなことがあるものですか。せがれはあんなに見えても大の高校ものですもの。 立て続けにしゃべりまくるので聞く方では駆け引きも技巧もいりませんがその代わり恐ろしい出たらめで父親が死んで3日経たないうちにお筆の後を追い回しているせがれを大の高校者と信じきっているという大甘さです。先代の連れ合い御家のおよしというのは58というにしては恐ろしく老けた女で何を聞いても 亡き夫神五兵衛の死後は義理の弟の小豆沢コロクロ郎や番頭の登録に任せきって何の疑いもなく阿弥陀様と首っぴきでその日その日を送っているといった人柄でしたしたがって一万両の隠し場所も知らず沢原屋の財政状態にさえも何の関心も持ってはいなかったのです。 あの晩、なんんかか物音を聞きませんか何にも聞きませんよ私はこの通り少し耳が遠いのでこれでは八五郎といえども手のつけようがありません窓から外を見るとつい穴の先の材木置き場で45人の人足を指図していた岡倉の正吉は材木の山のそばにある 古い戸の蓋を取ってて一生懸命覗いております。「あの材木置き場も念入りに探したがこと古井戸は今年になってからでも二度も井戸替えをしているあの中には小判どころか古くにもあれやしない」「小豆沢コロクロウはそう言って苦笑いをしているのでした。